卓球王子のホラー映画館ミーガン。はい、向けの方はブラザーバックよろしくお願いします。ご機嫌いかがですか。卓球王子です。おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはやすみなさい、いってらっしゃい、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日は去年ね、ユニバーサルブラムハウスから公開されました、SF サイコホラーミーガンのレビューとなります。はい、僕劇場で見てなくて、評判だけ聞いたら、なんか、思っとったのと違ってがっかりしたって言ってたんですけど、いや、とんでもない。面白かったですよ、僕。はい。まあ、AI のおもちゃってミーガンが等身大の、暴走するって話は、チャイルドプレイのリメイク版に通ずるとこがあるからって言ってたんですけども、とんでもない。チャイルドプレイのリメイク版はほんまに何て言うんですかね。ジュブナイルものって形で、あんまり怖くなかったんで、いまいちでしたが、今回は、ミーガンの存在自体がすごく怖くて、本当に少女を守るということで暴走し始めて人を殺しまくるっていうね。まあ、スプラッタシーンは劇場では公開されてないんでしょうか。かなり過激でしたけどね、配信では。はい、耳ちぎれるとか、もうドタマかち割りとか、暴走するミーガンに対抗すべく、ね、主人公の姪っ子が撮った作っていうのが、旧世代型ロボを出して、最後に登場させて戦うというね、これは燃えましたね、はい。まあ、半分胴体になって、ターミネーターのように追いかけてくるミーガンも怖いですけども、まあ、完璧にチャッキーというよりは、ターミネーターですね。はい、動きも人間っぽいし、子役がやってるらしいんですけども、うまくね、ミーガンダンスも やってましたね。はい。まあ、パート2作るなら、ターミネーター2みたいに、いい方のミーガンも作ってほしいですね。はい。悪いミーガンと対決させてほしいですわ。はい。ぐらいよくできた映画でした。はい、僕がベタ褒めするのは、まあ、チャイルドプレイが好きっていうのもあるんですけども、まあ、おもちゃがね、動くっていうこと自体が当たり前の世界になりましたからね。はい、AI で、AI が暴走するっていうのもね、まあ、これもね、資料館とか、ジェームス・ワンの制作なんで、本当にうまいことを娯楽作に仕上げてあったと思います。ということで、チャッキー王子でした。チャンネル登録よろしくね。